はい、それでは進んでいきます。まあ、だいぶ日が落ちてきたというか曇り空になってきましたのでちょっと暗いんですけど、このまま進んでいって探索の方を行いたいと思います。この先行き止まりまで行きます。この辺りかな、この辺りで行き止まりになるみたいですが、もうこの右側にも集落が形成されているそうです。この右側なんですけど、とりあえずここまでかな、行けるのは。門が開いてますけど進めるのかな。あ、ターンできそうだ、ここで。とりあえずここでターンしますね。ここが行き止まりではないかと思います。雨雲が水没してるんだ。お、すごい滝が。何あの滝、すごい。あ、なんかある。ちょっと見てみたいと思います。はい、車から降りました。今上部見てたんですけど、上の方に家屋、廃屋が数軒見えます。ここから3、4軒ぐらいあるかな。上部の方に廃屋と石垣が見えます。そしてこの下側には水路が作られているようですね。はい、このようにして水路が作られております。で、この川よく見るとアマゴ確かに生息してます。おそらくこの GoPro では見えないと思うんですけど、アマゴが生息しております。あそこというかめちゃくちゃいます、アマゴ。で、ちょっと滝の方も見に行きたいと思います。滝の近くまで来ましたけど、パイプから流れてるみたいですね。ということで集落の方を見ていきたいと思います。はい、それではここの階段から進んでいきたいと思います。階段が築かれてますので、よいしょ。おそらく昔からここはあったのではないかと思います。だけど石垣はあるけど、よいしょ、石垣はあるけど、きっちりした道ではないですね。まあ林業で利用されているのかなって感じがします。よいしょ。あ、靴がある。ここ靴がある。ヒール、女性用の靴。うん、この辺土砂崩れで一部なんか瓶とかいろいろ落ちてきてますけど、上の方に集落っていうか家屋があります。とりあえず進んでいきます。なんか石鹸とかの容器がね、落ちてたりします。これはダメか。よいしょ。ありますね、上見えますか。よいしょ、よいしょ。到着しましたよ。これのようですね。さて見ていきましょう。
ここから見ていきます。よいしょ、あった。これですね。あ、なるほど、これボットン跡のようですね。ここ穴あるんですけど、先ほど井戸かと思ったんですけど、ボットン跡のようですね。全然気づかなかった。はあ、これを見るとよくわかりますね。ボットン便所の下側が。ここからもう廃屋臭がすごい。上を見ていきます。こっちから進んでいけるようです。よいしょ。よいしょ。ここ水路っぽいですね、なんか。あ、上にもある。見てください、これ。上にも2軒。すごい。これだけ残ってるのもすごいですよ、ほんと。これは黒じゃないですか。ここレンガ作り。ね、ありますので。いや、真面目にすごい。たらいもある。一部錆びてから崩れてます。あとガスタンク。うわ、すごいな。はい。これ、ここが、見えるけど、一部。ちょっと失礼します。見えますか？私の方から見えないんですけど、このようになってるみたいですね。失礼しました。え、何これ？カゴがある。なんか、飼ってたような。カゴ。こっちは、これは先ほどの場所ですね。あのボットンベンチがあった。あ、洋式もある。和式かな、これも。失礼。うわ、すごい。なんでこんなに綺麗に残ってるの。すごすぎて、本当に。あ、すごい。廃屋臭が。すでに漂ってきてる。もうね、息ができない。ちょっとマスクが防御してるけど、それでもきついです。これは何だろう。これ何だと思います？洗濯機となんかあるけど、わかりますよこれ。え、ここからは薪とかがね、見えますね。で、ここにもなんか、ね、釜じゃないけど、まあ、ね、陶器があります。と、ハンガーが朽ちてないですね。へぇー。まあ、上部の方にもね、廃屋がありますので、ちょっとね、上の方を見ていきたいと思います。下の家屋から上がってきまして、これが2軒目ですね。いや、崩れてないですね。うわ、廃屋臭がまたしてきた。すごい。うわ、すごい。一応ライトの方もできましたね。ちょっとね、きつい匂いが、本当に目にもしみるようなきつさ。失礼します。これですね。ちょっと先ほどよりか暗い。ライトもあります。おお、びっくりした。仏壇だ。ごめんなさい、失礼しております。うわ、仏壇だ。豪華絢爛な仏壇。アンティークな棚。ちょっとね、これライトが残念ながら暗い方持ってきたから。でも下よりかはまだ、あの廃屋臭は霞んでます。何これ、蜂？蜜蜂？蜜、うわ、何飛んできた。クマンバチみたいな、なんか蜂かなんかいるけど、よし。これなんだろう。お風呂場だ。
風呂場があります。タイル張りですね。これは割と、なんかあれ、でもここすごい綺麗、失礼します、すごい綺麗、プランだって OK ですね。たらいと、ここがもちろんお便所になるんですね。クリアですね、ここは。で、下に、下で、はい、受けるものがあります。で、まだね、上の方に2軒立ってるのが見えますね。これ、ほんとすごすぎてびっくり。ちょっとこっち側は、また水路みたいになってるのか、通路だったのか、あ、水路の音しますね、下側から。はい、もう一丁ね、また上部の方上がっていきます。はい、それでは上がっていきます。まあこの集落は水田はなかったようで、本当林業と田畑だけだったそうです。確かに見た感じ水田は全く築かれてないですね。石垣はありますけど、まあ、これは屋敷跡の石垣ですね。いや、でもこの杉がなかった頃はどれが道だったんだろう。ほんとびっくり、ここの集落来てよかった。本当に1軒目の時点でもうお腹いっぱいだったんですけど、もうこの規模の集落は初めてじゃないですか。山奥に対して、だいたい山奥にある集落、家屋って潰れていたり、もう自然に帰っていたりするんですけど、これだけ残っているのは本当すごいって思う。日当たりが良かったからですかね。それとも自損が最近だったのか。到着しましたよ。よいしょ。ここなんかでも本当に管理されてないのかな。すごい、ここは五右衛門風呂。ちょっとねライトの方つけますんで待ってください。ではつけます。ライトの方はもうちょっと電池の方がなくなってきましたので、瓶があります。こっちから通路、あ、ここに、あ、びっくりした、なんか動物かと思ったけど大丈夫。ここに石段が築かれてますね。ここが入り口っていうか、はい、もう入り口ですね。ちょっと見てきます。何の音なの。イノシシ程度ならいいけど、クマはめんどくさいから、うん、大丈夫そうですね。こっちから行ってみましょうか、せっかくなので。うわー、すごい、はあ、全然倒壊しないこの集落。もう上にはないよね、さすがに。ちょっと見ていきますね。すごい、本当にすごいな。丸太がいくつもあって、これも、これはさっきの五右衛門風呂。ここコンクリの石段築かれてますね。失礼いたします。うわ、すごい納屋だ。なんかの機械がある、かなり大きい。お、びっくりした。なんかこれもう、なんか煉瓦造りの家屋だ。
が一番すごいかも。あの暗くて見えないと思うんですけど、多分ここが一番すごい。急かんであげます。ちょっと待ってください。どちらにしても見えないですね、これ。本当に怖い、怖いっていうかやばい、マジで多分一番やばい。ここがやばい、ここは生活感が半端じゃない。こたつもあった今ちょっと他にあるか見ていきます。これはすごい。ちょっと中を照らしたかったんですけど、懐中電灯の明かりがもうないので。すみません、まだ上部の方は上がっていきます。今の家屋は本当に生活感があるような場所でした。ちょっとね、上の方も見ていきますよ。さすがにもうないと思うんですけど、よいしょ。でもね、ここまだ石垣があります。はい、あと1軒ほど見てないところがあるので、そちらも見に行きたいと思います。はい、最後の1軒を見つけましたと同時にお墓の方も見つけましたので、こちらですね。中武先祖の墓と書いてあります。場所が向こう側に見えるのが、まあ、最上部の廃屋ですね。そしてまあ下に先ほどの家がポツポツ並んでるんですけど、その右側、あの車が左にありまして、右側に最後の廃屋、こちらもう崩れているんですけど、見に行きたいと思います。まあ墓の方はね、結構上部にありました。ということで、お参りしてから下の方下っていきます。はい、最後の廃屋の近くまで来ました。というか目の前にあるんですけど、まあ、ここはね、上がってきまして、この水鉢らしきものとか、ね、なんか物が散乱してるんですけど、ここにもね、まあ、川流れてるんですけど、沢、これを見るともしかしたら上流にも、あ、上流じゃなくて上にも廃屋あったのではないかなと思います。ただ昔の写真を見ると上には家屋は見えなかったんですけど、とりあえず見ていきます。はい、これワイヤーですね。ここにワイヤーありまして、はい、タイヤとかねあるんですけども、ここは潰れてますよね。まあ、見てわかると思うんですけど、なのでもうから見ていきます。ね、ここあるんですけど、潰れてます。あそこの桶とかね、転がってます。マルタというか、これ支柱かな。ちょっと基礎の部分が残ってる。基礎端ですね。危ない、失礼します。ここは柔らかい。あの、ここに襖というか障子じゃない、もう戸があります。ここに家屋があったみたいですね。傾いているというか、もう倒壊しているますけど、はい、ということでね、こっち側左岸を調べたんですけど、もう
ちょっと5時過ぎておりますので、右岸の方にはまたいつか、というか後日撮影の方を行いたいと思います。はい、ということでありがとうございます。失礼します。